今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。丸川作品集を販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。おばたさん、あだ名一度はおばたりやん、お題おばたりやん。よみーさん、その年はおわたじゃなくておたわたよ。お題じわる。まここしゃん、店長の娘くどいて正社員。お題ばすすぐるぐるさん、グループの最後の一人になるライン。お題寂しい。ともこ1967、鑑定が困難、カフェのビニール傘。お題鑑識。ともこ1967、回収と言い訳しながらまた競馬。お題回収。ハゼ釣りさん、雰囲気で見抜く女の鑑識眼。お題鑑識。つぶやきおじさんさん、変わる変わる家族が顔出す発売と。お題ばともこ1967、鑑識に回す夫のスマホ2台。お題鑑識。キリキリ舞いよ、こまごまと妻が鑑識するスーツ。お題鑑識。すっぽんさん、島村と指摘ユニクロ愛好者。お題鑑識。 JPGR さん、矢面に立っても刺さらぬ面の皮。お題オバタリアン。ともこ1967、喧嘩した友を誘って手打ちそば。お題ワンちゃん。喜怒哀楽さん、友達の分と要求自分用。お題オバタリアン。すすけさん、先生が妙に優しい参観日。お題じわる。けんさん、寂しいと感じないのが寂しいの。お題寂しい。あとやくさん、熱唱の音痴が漏れて走るカー。お題じわる。花うららさん、青春はこれからなのよオバタリアン。お題オバタリアン。島風ヒューガさん、海外の出向俺に矢が刺さる。お題矢。アキソルさん、不用品レトロ歌うと即売れる。お題ワンちゃん。193さん、